フィリピンシー。フィリピンシーは、アメリカ海軍の航空母艦。タイコンデロガ級航空母艦の15番艦。フィリピンシーは1944年8月19日、マサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール株式会社で寄港する。1945年9月5日、アルバート・ B ・チャンドラー夫人によって命名、浸水し、1946年5月11日、 D.S. コーンウェル艦長の指揮下収益する。フィリピンシーは6月にロードアイランド州クオンセットポイントで最初の成長訓練を行い、9月に第20航空団を上官させ、カリブ海での成長航海を開始する。成長航海終了後、フィリピンシーはボストンで海軍の南極探検、ハイジャンプ作戦への参加を命じられる。 1947年1月29日に南太平洋の南極付近でリチャードガード少々率いるパーティーがリトルアメリカから極地探検を行うため航空機によって運ばれた。1947年の残りをフィリピンシーは大西洋とカリブ海で行動する。1948年の春にホレスト・シャーマン中将率いる第六艦隊に加わるためフィリピンシーは 地中海に向かう。第9航空団を上艦させフランス、ギリシア、チュニジアとシチリア島を訪問した。1948年6月にアメリカへ帰国する。その夏フィリピンシーはレーダー誘導着艦システムのテストを集中して行う。11月には北極圏の寒冷地で艦隊、機材及び艦載機の運用テストを行う。 1949年1月には、第7航空団と共に、再び地中海へ派遣される。5月末に帰国し、ボストン海軍造船所でオーバーホールを行う。初週に第1航空団と共に、カリブ海へ出港し、その後北、大西洋で、Z 機の運用及び艦隊演習を行い、年末まで、作戦行動を行う。フィリピンシーは、 母校のクオンセットポイントから再び出航し、1950年の冬にパイロット訓練を行い、2月から3月にかけて大西洋とカリブ海で広範囲な艦隊練習に参加した。4月と5月は海軍長官を乗船させて、軍産業大学、航空大学、軍爆料養成大への巡行を行っている。5月24日にフィリピンシは、 バージニア州ノーフォークを出港し、パナマ運河を通過し新しい母港のカリフォルニア州、サンディエゴに到着、太平洋艦隊へ配属される。1950年6月25日に朝鮮戦争が発生した際、フィリピンシーは大西洋艦隊から太平洋艦隊へ配属外になったばかりで、当時西太平洋に展開していた唯一のアメリカ海軍空母であるバリージと、 交代するため、10月に出航する予定で、母校サンディエゴにおいて、修理を受けていた。フィリピンシーは、新珠湾へ向かうよう命令され、第11航空団を乗せて7月5日に出航した。そして新珠湾で10日間の訓練を受けて24日に出航し、全速力で西太平洋に向かい、8月4日に沖縄に到着し、第77機動部隊に編入された。 フィリピンシーは8月5日に第77機動部隊の機関として朝鮮半島水域に展開した。艦載機による何トンもの爆弾、ロケット弾及びナパームを戦略目標へ投下した。1日あたり140回にも及ぶ出撃が行われた。艦載機の再武装、給油及び補修のための時間を除き、フィリピンシーは連続して作戦活動に当たった。 第77機動部隊の両艦と共にフィリピンシーは9月に北朝鮮の鉄道及びソウルから元山への道路に対して攻撃を行った。その後航海から新川上陸作戦支援のための対地攻撃を行う。9月15日の作戦結構日には内陸部で敵増援部隊車両を発見次第攻撃を行った。初期攻撃に続いてフィリピンシー艦載機部隊は ソウル進撃部隊の上空援護を継続した。2ヶ月後に中国人民解放軍の予期しない攻撃が国連軍地上部隊に対して行われ、フィリピンシー艦再起部隊もお激戦に遭遇する。応力港からの海兵隊の長い対脚路を、海球海パンサー戦闘機 A-1 スカイレーダー戦闘爆撃機及び F4 ユーコルセア戦闘爆撃機で上空援護に当たった。 港南までフィリピンシー及び第77機動部隊の両艦搭載機による上空援護が行われ数百機もの艦載機が海岸に避難してきた15万名に及ぶ兵士及び市民の上空を飛行したフィリピンシーは1951年3月後半に横須賀海軍基地で休速及び修理を行い同時に搭載航空団の交代を行うフィリピンシー搭載の 第11航空団は、バリーー時の第2航空団と3月28日、交わした。同日フィリピンシーは、第7艦隊司令官 HM マーティン中将の、機関となる。4月に入ると、日本海から第7艦隊所属の、第77機動部隊を引き、台湾海峡から南シナ海へ展開する。台湾海峡では、艦載機による、G 活動を、 台湾上空で行い、3日後に地上部隊支援のため再び朝鮮半島に展開する。フィリピンシーの艦載機による制空権確保の結果、1951年春における中国軍の攻撃は兵員の多大な損害を被った。フィリピンシーは朝鮮半島水域での活動を離れ、1951年6月9日にサンフランシスコに到着する。 西海岸での活動後、12月31日にサンディエゴを出港し、1952年1月8日に新珠湾に到着する。その後1月20日に横須賀に到着した。フィリピンシーは1952年8月にサンディエゴへ帰還し、10月にクバに艦首変更される。第9航空団を搭載し1952年12月の初めに、 再び極東へ向かう。関西機部隊による攻撃で敵の補給、輸送路を切断した。最初の急戦提案と同じ頃に始まった北朝鮮軍の攻撃に対しては、前線部隊に対して24時間の援護出撃を行った。1953年8月14日にアラミダ海軍基地に帰還し、ハンターズポイントでオーバーホールのため監督入りする。 オーバーホール終了後の1954年1月9日に再びサンディエゴ沖合で訓練を始め、その後3月12日に4度目の極東展開を行う。フィリピンシーはマニラを拠点として作戦活動に従事した。極東展開時最も重要な出来事が1954年7月22日に発生する。 中国軍機が台湾の軍用機と誤認して中国の海南東付近でキャセイパシフィック航空の定期便を撃墜したキャセイパシフィック空気撃墜事件フィリピンシーは生存者救助のため同海域に派遣された探索活動時2機の中国軍機が攻撃を行いフィリピンシーの関西域はホーネットの関西域と共にこれを撃墜しているこの出来事を後に 海難事件を排難インシデントとして知られるようになった。フィリピンシーは11月にカリフォルニア州サンディエゴへ帰還する。4ヶ月にわたって同水域に泊まり、カリフォルニア沖での訓練を続ける。その後1955年4月1日に5度目の極東展開を行う。日本本土、沖縄及び台湾水域で作戦活動を行い、11月15日に 艦種変更され、分類番号が CVS-47 となる。その後11月23日にサンディエゴへ帰港する。その後南カリフォルニアからハワイ水域で作戦活動を行った後、1957年3月に西太平洋に向かい、2ヶ月間の活動の後、サンディエゴに帰還。その年の夏には西海岸での作戦活動を再開した。なお、 この最中の11月14日にハワイ沖にて1週間ほど前に消息を絶ったパンアメリカン航空007便の機体の一部と乗員乗客の遺体を発見しているパンアメリカン航空007便失踪事故。1958年1月に第7艦隊で最後の航海に出航6ヶ月間の任務の後7月15日にサンディエゴに帰還し停泊する。 フィリピンシーは1958年12月28日に、大駅、ロングビーチの予備役艦隊入りし1959年5月15日に、艦種変更、アベットマイナス11に、分類番号が変更されるが1969年12月1日に、除籍され、1971年3月に、スクラップとして、売却、廃棄された。フィリピンシーは、 朝鮮戦争の先行で9つの従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。